おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今日もこれから朝のビジネス英語勉強会横浜へ向かうところです。後ろ見えるでしょうか。もうすっかりこの時間でも朝日が、分かるようになってきました。空も青く綺麗になってきました。今日のテーマはですね、恐怖ですね。 NPR アメリカの公共放送のラジオなんですけども、そのNPR の特集記事、恐怖についてですね。人間にこういかに見えない力が私たちに影響を及ぼしているかっていうことについてのなかなか興味深い記事です。自分たちが考える恐怖が、どういうふうに自分たちに影響しているかっていうことなんですけれども、この記事の中ではある男性がですね、奥さんから逃げられて、そこでどんどんもう人と接することを拒絶して、こう自分の中へ逃げ込んでいってしまうんですけども、それがいかに自分にとってマイナスかっていうことにある日突然気づいて、じゃあその自分が恐怖している人から拒絶されることですね、自分の奥さんから逃げられ自分自身が拒絶されたことを一番恐れているんだっていうことに気づいてから、じゃあその恐怖をどういうふうに克服しようかということで、面白い、人生のルールを考えつきます。ルールを大きく変えてしまうんですね。でそれについての、考察っていうことになってます。今日はですね、今日は月曜日ですので、皆さんなかなか思いっきり自分の意見を話してくださる方ばかりですので、大変今日のテーマを楽しみにしています。英語でディスカッションをメインに行っているんですけれども、もう率直に自分の意見をどんどん言って英語を鍛えたい方、そして自分がなかなか普段使わないので、英語を使うこと、語彙を増やすこと、文法をしっかりと学ぶことなど、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせいただければと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。失礼いたします。